とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーシーズン4を攻略していきたいと思います。全部で21回とちょっと短めの構成になってます。なので、7回ずつを3回に分けて投稿していきます。よろしくお願いします。では、まずは1回から7回。この攻略をやっていきましょう。今回のタワーは、多分だけども、ショートカットはないんじゃないかなと、思いますね。では、行きましょう。残りチャンスいきなり2回じゃん。なんか、知らないけど、残りチャンスが減ってます。まあ、いけるっしょ。1回は別に何も考えることなく、普通に倒していけばいいです。特に問題なく難しいとこもないと思いますよ。でもって、エンチャントなんかはまだ何もつけなくて OK です。特に、雪玉なんかもね、ついてないので、つける必要は、まあ、ないかなと思います。つけたとしてもそこまで、戦闘に変わりはないですね。で、一回の報酬。三回がとにかく難しいので、クリーパーをまとめて倒せるやつが欲しい。爆発のクロスボウでもいいんだけども、矢をね、15回以降ぐらいにたくさん持ち込みたい。なので、ここは汚染された種。これがおすすめです。汚染された種は敵を足止めしつつダメージを与えることができるので、クリーパー対策に持ってこいですね。で、仮想のね、弱い雑魚なんかは、この毒で、一発で倒せるんで、なかなかいいですね。この足止めが結構、シーズン4では重要になるので、これを持っていくと、かなりいいと思いますよ。よっしゃ。この足止めすればもう、大概、この2階は余裕でいけると思うんで、やってみてください。おう、うまいこと TNT が出てきたね。クリアでーす。まあ、種がすごく重要だと、覚えておいてください。で、ここの報酬いりません。で、ここが難しいのよね。ここが難しいんだけども、別にエンチャントなんかは何も取らずに、進んでいって大丈夫です。今回は TNT があるけども、まあ、TNT がなかったっていう体でやっていきたいと思います。お、危ない。とにかく敵をある程度集めて、おーっと、トーン。足止めします。ちょっと TNT 捨てよ。で、この階段をうまいこと使って、足止めして、爆発で倒す感じですね。一体のクリーパーが爆発すると、あとがもう連続して死んでいくんで、楽です。で、ここでもクリーパーをうまいこと爆発で処理してください。あーで、ここ海があるんで、注意してくださいね。マジですぐ落ちます、ここ。ここは落ちやすいんで、要注意です。で、ここクリーパーがね、強いだけで、あとは、特に問題ないと思うんで、普通に倒していってください。種で足止めをして、ダメージを与えていくと、結構簡単にいくと思うんで、まあ、とにかく最初の、いっぱい来る雑魚敵を、足止めをして、で、クリーパーを爆発させて倒すと、うまいこと、進めると思うので、見てみてください。で、次の報酬、ドラです。ドラはかなり重要になりますね。で、ここも特に問題はないんですけども、まあ、種とドラをうまいこと使って、攻略していってみてください。まあ、多分、普通にドラや種使わずとも、簡単にいけると思うんで、ここは楽勝ですね。危ないと思ったら、種で、足止めをして倒す。それを心がけてみてくださいね。ストンと。とにかく
この、シーズン4は、クリーパーが結構鬱陶しいので、クリーパー処理をうまいことやればいいですね。よっしゃ。うん。盾でね、足止めして、敵の攻撃が来ないところで、倒すと、全くダメージを受けずに倒すことも可能なので、その戦い方を慣れるようにしてください。あとお前か。はい。こんな感じですね。はーい。4回クリアでーす。結構、序盤、中盤までかな。中盤までは、種がすごく重要になるんで、この戦い方は、かなり使えますよ。で、次、ここ何回だ ?5 回か。5回はね、ネクロマンサー出ます。結構鬱陶しいので、できれば地雷で倒していきたいところ。ね、ここね、地雷を置いとけば勝手に踏んでくれるんですけどね。ちょっと今回うまくいってねえな。地雷を置いて、ネクロマンサーをとりあえず倒す。倒したかな?倒せましたね、多分。最初あいつが来ると、ちょっと敵を召喚しまくって、すごく鬱陶しいので、早めに地雷で処理しましょう。地雷を置いてね、後ろに下がってると勝手に踏んでくれるんで。よし、OK。くらえ。倒したかな?あ、まだか。こいつが動き出すとね、ちょっとね、ほんと、めんどくさいんで。うまいこと足止めとかね、地雷を使って処理しましょう。終わりだ。ちょっとうまいこと立ち回ってはなかったんですけども、とにかく地雷を使って、倒す、もしくは、ドラを使って種で足止め、でその後に叩いて倒すと、そういう感じでやってみましょう。ここの報酬、魔術師のローブがいいです。クールダウンがすごく使えるので、これを持っていきましょう。で、エンチャントは別にね、いいやつはついてないので、つけなくても OK です。で、ここ、金細工職人、魔術師のローブでいいです。まあまあまあ、まあ、ぼちぼちのやつがついたね。はい、では、いきます。で、ここ、地雷でワンパンすることができないので、出てきた時に、ドラを当てて、その後地雷っていう感じで倒してみましょう。ドラ、地雷、ドン。こんな感じですね。はい、地雷が、ドラが入ってる状態で当たると、かなりのダメージを与えることができます。当たれ!よし、オッケー。基本的にドラと地雷、この二つを組み合わせて倒すようにしてみてください。結構簡単にいくと思います。特にエボーカーなんかは、最初あまり動かないので、すぐに、地雷に当たってくれます。ワンパンできますんで。やってみてください。では、7回、クリアです。7回の報酬で、ささやく槍。これを取りましょう。で、ここでようやく、エンチャントを入れることができます。ささやく槍には、弱体化を3入れておきましょうね。ということで、今日は、1回から7回までの攻略、やってみました。重要なのは、種、地雷、ですね。で、ボスと戦う時のためにドラがあればいい感じです。はい、ということで次は8回から、14回までかな。そこの攻略をやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。